もやっぱね、縫ってね、1週間だとしんどい。3日後にナパラお手伝いにしてたけどさ。こっち側からこう寝るんだよ。どれだっけね。これもあのクランプだから。こんなに消すんですけどね。見てでもこんな削り方せんよな。全部倒し込みすぎだな。破れそうまで。どうもな。あ、こいつも割れたんだ。割れました。割れたんだけど。でもこれは買いたいんだよ。こっちにくっつけようかなとは思うんだけどな。あれいいですよ、後ろ座りやっぱこれが1万円ぐらい飛んじゃうからな。8万円あるとパソコンのパーツ買えるんで。いや、まずその前に緩めるとこ緩めてから。そうですね、フロンターブロスもこのままでいいよ。だってさ、24あ、緩んだよ。乗り切った時は好きなタイヤでしたけど、今年になってから分かんなくなっちゃった。だってそれ取ったら抜けないじゃん、ホイール。あ、そうか。さっきの緩めておくだけだから。あ、はい、年に2回と同じコースでこけると、まあ、ちっちゃいのはあれですけど、大きいのでこけると悩ますよね。それは悩むと思うわ。やりたくなくなりました。適当にうまく引っ掛けろ。大体これはちょっと緩めなきゃ。手で。走ってみたいですけど、それがネックだ。ここは8。見た目で分かれ。見た目で分かれ。大体そこがプラス以外のドライバーなんて見たことない。国産じゃ見たことない。で、本来はこれ。がついて、はい、周り止めになってるんだよ、はい、でもこっちに穴かけなきゃいけないからって、下できないとかできないしとかしたくない。でも手が止めちゃうとサトルかけられないじゃん。そうなんですよ。怖い、うん、ね、なんで本当はもっとスッと落ちなきゃいけないんだけど、多分ダメだ。踏み直さなきゃ。なんでるんすか。なんかずれるんだよ、いつも。転倒すると特にハンドルからぶち当たってんじゃん。はい、あ、ガン。そう、上と下の向きでずれるんだよ。そしたらまた下が回しめればいい。片方だけでしょ。落ちないようにするだけだ。入ってるだけだからね。どうやったら足の方が回れるわけです。両手使えるようになるじゃん。そうだよ。どうやってそこにグリップの跡つくんだよ。反対側？ここに入るんだって。ああ、やべえ、やべえ、そういうことか。やばいな。ちょっと全然バイクのこと分かってないな。ダメです。あ、いいのか。違う。そうか。これが一番奥だ。そうか。クラッチはそうか。あ、クラッチも乗り気もそうか。ごめん、俺がアホなこと言ったかもしれない。いや、わかんないです。あ、多分そう。そっちか。そっちだな。うん、これはボツだ。いや、使ってください。じゃあ、自分をよく見せなきゃいけない。巨像だよ、巨像。これがあのメディアか。これがだからボンド使ってなかったら外れるよ、今。使って、一応だから小漏れになるってこと。なるほど。このネジボルト買った？あ、買いましたよ。あ、よかったよかった。さすがに買いましたよ。さすがにないとか言ったら俺、ってホームセンター行くかってなる。配線って。つけいいんですか、これって。つけいい。うわ、面倒これ。ほっつけてからでいいですか。うん、ほっつけちゃえ。で、こいつの向きは正面合わせとかないと見栄えが悪い。で、仮締めでいい。緩めてどうするね。頑張れー、頑張れー。なもんか。とりあえず仮止めでいいよ。内側さえ止めてしまえば、あとは何とでもなるでしょう。はい。で、上は共締め。角度は別にいいよ。多分大丈夫。きっと大丈夫。わからん。わからん。そればっかりはな。きっと。だってやってみないとわかんないよ。ダメなら何とかすりゃいいんだ。そんだけの話。あ、ちょっと、まあ、この辺がちょうどいいかな。この辺が。すみません、ちょっと血がついちゃったんで、これ洗っていってください。別に。
何かの古の悪魔の契約ができるかもしれない。そんな効力ないです。そのままに適当にいい。固定しなきゃいいんだ。まだ硬いですね。こういうことですか。違う。ちゃんとトップブリッジ噛んだんだけど、ここの要はこの段差のところ。ここ。もうちょい上。こうねじりながら少しずつ上げてけばかかるよ。調整しやすいでしょ。はい。そう、そこ。その位置が基本的にゼロ。そこで締める。ここにしなきゃダメなんですかね。そう。入った。もう一回していこうか。最初からピーって以外、OK。オイル使わなきゃったらできないじゃん。確かに。そうか。9時ぐらいですか。9時49分だって。いやー、あれっすね。どうっすね、落ちてるか。実際。じゃあ、まあ、下ろした。一箇所落としときは、大体でも、レバーでも落ちるから。はい。そのブレーカーを押さないと倒れるよ。電話機どかさないと。そう全然余裕だろ。ここまで来た。ただいつまでスーパーハイ行くのかは要は分からんけど。分からんぞ。スーパーハイ行くかどうか。いや、やってりゃいつから行くそう乗れるとは思うんですけど、最近いろいろあったんでちょっと悩はしてます。待て。まず手前を入れてお前とか。あ、そういうことですか。そうよ。あ、そういうことか。これよ。わかりました。思い出した？思い出しました。まず。はい、OK。もう OK。重りですかね。この目と1個外したかな？いいところです。今のところは多分それが合うよ。と、俺は思う。じゃあ。で、さっきが多分そこなんだから。悪くないでしょ、はい、あのぐらいだったら多分そんなもんなのよ。 OK。 俺もこの間やっぱりその気持ちいい瞬間というかまた新たな体験をしたから、ああやべえな、面白いなと思っちゃったもんね。本当にフロントタイヤが打角入ってて、はい、で抵抗で一気にスピード落ちる感覚があって、なんだこれと思ってさ、2回ぐらいだけあったんだよ、その本当にあの1日走って。とりあえず忘れないうちにキャリパー締めようぜ。はい、ここまでは。これ使いなさいよ。ありがとうございます。やった。これはトゲなんだ。逆だ。熱くなってきました。温度って出てすぎる。俺が使ってんのは、はい、ウルトラ対応。あの一応耐熱用とかいろいろあるけど。ホットグリップとか。あ、でこれってあの結構固まるから、はい、あの空気のりとかの固まるよ。これがもう潤滑剤代わりにぶっ込んでるから、あんまり塗りすぎると端っこにはみ出てくるんだよ。ヘラで伸ばしてあげるといいと思うよ。ヘラで不器用なんで。自分不器用なんで。そうなんです。通じないよ。何も関係ないって言われちゃうよ。あんまりやりすぎるとすっごいあの締まるからね。はい、やったことある？ないです、初めて。なんとなくのイメージ。あのね、ゴムが切れそうになる。なんとなくわかりました。あ、はい、あ、こういうことか。またわかりました。あ、この時にやめとこう。でそっちにやるとでもこう引っかかる気がしない？それじゃ切れないよ、これだよ、はい、それじゃうまく切れないだろう。僕こっちで切ってました、いつも。いや、それは普段はいいんだけど、これはほら先をね、違う、尖らせたいのよ。いや、知らんけど、何がいいのか知らんけどね。こっちからこう切れば、このぐらいで切れば尖って、あの少し傾斜してるわけじゃん、角度がさ、はい、そのまま押さえ込めば刺されにくくなりそうじゃん。さっきみたいにチリが出ないと。てか長いんだ、まだ長いんだよ。でも打ち込んでおけば多分安全だと思うんだよね。でもかかんないでしょ、多分こんだけになってれば、うん、と思うんだけどね。大丈夫ですね。ちょっと ヘラがあればヘラで伸ばしていいだけなんだよ、はい、ヘラがないんだよ。何でも考えて利用する。何でも利用する。本当はこの生地、今あっちはさ、言っちゃったんだけどさ、これが死ぬほどめんどくさいね。
ございます。その前教えてもらったんですけど、分かんないですね。8ミリっぽいし、ね、知らないよね。さっきのフェンダーみたいになるからね。もう一回、もう一、二回やってもいいよ。何だったらこのタンクがある程度の車のぐらいで。で、基本的にはここのリザーバーがなくなる前に補充しなきゃいけないからね。そうする、なくなっちゃったらエアがかむってことですよ。そう、単純にエアガス入ってくから。単純にここは出口なんだから、開けてて、ここがね、多分下のブリーダーが開く量が少ないからなんで。あ、そういうことですか。うん、場所的にどうしても開きにくいんで、そこ。そうですね。で、俺はそれを逃げるために一回そこでちっちゃい大まかなとこ最初だけを緩めておいて、あとはちっちゃい力できるようにちっちゃいこんぐらいの短いレンチでやるっていう裏技もあるんだけども。取っちゃっていい、取っちゃっていい。裏に水分が入ってんだよ。裏が水分なんだよ。12だからどっちを持ったって両方使えるじゃん。そう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 。はい、来た。はい、OK。あ、今度出ました。でもここになったらもうシャフト持ってって打ち決めして、ある程度突っ込んじゃって固定したとかで開く。そう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 。ああ、もうちょい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 。まっすぐ引くんじゃなくて、こう角度ずらせばいいだけの話だよ、穴の位置を。こっちでこう押せばいいね、ほら。ああ、ね、引くんじゃなくて。ああ、立体的に考えないとね、そこは。はい、いいのいいの、あとは裏側を見ればいい。ここは一緒ですよね、これ3つ取ればいいだけだけど、あとこれも取らないといい。今日はリアタイヤと、グリップを交換して、ハンドルを交換して、で、フロントタイヤとリアタイヤはうちのスパコルの中古。で、交換に R11 のなんかボロい、ボロと言っちゃうんだけど、二度すっ飛んでる R11 もらって、あと GBR をまあ取り付け、一部後日か。こんなところだね。随分動くな。だいぶいいね。ここ動くのはいいですね。本当に奇跡な気がするな。もう1回転ぐらい、まあ、次から走ってみて、そうですね、締めてみてとかやってもいいかもな。なんかケツが浮くようだったら1回転様子見だね、まあ、はい、買いに来ましたつって。背中が上に回ったから後で見せてあげるよ。Thank you.